レルヤありがとうございます。ホ産なナ生活への美しい賛美、心から感謝いたします。またヘプシバ賛美チームも賛美を導いてくださり感謝いたします。11月も終わり、12月を迎えました。12月になるともう忙しいですし、家族が集まったりしながら、 え収穫感謝祭の時には皆さん良い時間をえ持たれたと思いますまた教会でもえ飲食式を行いましたまた多くの方々が来られて私たちの教会もこのように恵みの中でえ行事を終えることができました、えー、とても感謝です、えー、今12月を迎えて12月を迎えると皆さん年末を迎え 1> 1年を終わろうとしていますこの時私たちはいつも決算をしなければいけないというこの単語が思い浮かぶと思います。世の中でも会社で年末になると決算をしなければいけません。信徒も同じように教会では決算が必要であります。世の中では利益がいくらか、支出はいくらかとこういう決算をしますけれども信徒にとっては 信徒は2つの決算が必要です。悔い改めと感謝ですね。この1年間を振り返ってみるときに、神様の前に悔い改めることは悔い改めて、また神様から与えられた祝福を数えながら神様に感謝を捧げるのが決算の時であります。これが私たちが行うべき決算です。神様が私たちに何を求めておられますか悔い改めと感謝だけなんですね。 一年を振り返ってみるときに、私たちは今ここで、この瞬間、健康な体で神様の前に出て礼拝を捧げることができることがどれほど大きな祝福でしょうか。私はいつも感謝を持たなければいけません。今日私は、首都行伝16章6節から10節の御言葉と、 五十五章八節から十一節の御言葉を通してビテニアを求めたがマケドニアを得たという題名で御言葉を語りたいと思います。首都、えー、パウロに起こったことですね。この御言葉を通して、えー、今年が一年を決算しながら私たちはどのように感謝をするべきなのか一緒に見ていきたいと思います。今日この本文の内容は使徒パウロの第1 二次動旅行の出来事であります行伝を見てみると使徒パウロの、えー、伝道旅行について大きく3つ記録されていますね使徒パウロのこの宣教旅行伝道旅行では使徒行伝 13, 13章から15章35節までが第一次の、えー、旅行でありますまた2番目の旅行は15章36節から18章22節までですね また3つ目の第3次電動旅行は18章23節から28章31節最後のこの箇所までが記録されているものであります。シト・パウロはこのように3つに分けて電動旅行を行いました。今日の本文は第2次電動旅行の中に記録されている内容であります。シト・パウロは祈る人でした。 伝道のこの旅行をするためにどれほど多くの祈りをして準備したでしょうか祈りながらシト・パウロは今日はアジアという地域に行かなければいけないと考えたわけですこのアジアというのは私たちが思っているアジアもう中国日本韓国こういうアジアではなく中東アジアにある小アシアですね昭アシアえーターキー トルコのある地域が、えー、このアジアの地域でありますトルコここが小アジアになるんですけれどもこのアジアのところに行こうとした時に神様は何と語られましたか違うとアジアに行ってはいけないと語られましたねそれでシトパウロはこのアジアの行けないということを悟って2番目にベテニアビテニアに行こうとしたわけです ピテニアに住んでいこうと。しかし神様はどうしましたかそれを許されませんでしたよねダメだと言われました。ベトニアでもないと。そしてベト、ペテニアに行こうとしていたわけですけれども、えー、やめて、そしてマケドニアに行くことになります。それが今日の本文の内容ですね。まず1つ目に、ピテニアを 諦めてててマケドニアにに行ったたパウロについて見てみたいい見みと思います私たちが人生を暮らす中であらゆる計画を立てます。私はこうこうして何かこういうことをしようと未来に対する計画を立てるわけですね。しかし、その全ての計画が人の考えたように自分の思い通りになることはありません。 100%計画通りになるというのは、えー、ほとんどいないと思います。例えば子供の時に私は、えー、大きくなったら大統領になるとか、また運動選手になるとか、えー、有名なミュージシャンになるとか、大きな夢を持って、えー、歩むわけですけれども、その夢を叶える人はほとんどいないでしょう。みんなが大統領になることもできないわけですから。では、その計画を捨てて、 2番目、3番目の計画を立てるわけですよね。シト・パウロも同じようなものを、そのような計画を立てていただくわけですね。シト・パウロはこのペテニアがいいだろうと、この小アジアの、えー、豊かな地域でした。北側にある。第二次、えー、天道旅行に、えー、とって重要な場所だと考えたわけですね。 海も渡る必要もありません。歩いていけばいいわけです。人間的な考えからすると、あこれがえ適切だと考えたわけです。しかし神様が働いたマケドニアというところは、えー、海を渡らなければいけません。今は飛行機や船や良い乗り物がありますけれども、その当時は、えー、船に乗ったとしても、えー、溺れて死ぬかもしれません。 マケドニアに行くということは険しい道のりでした。このペテニアは行きやすいですし、条件もいい。そういう適切な場所でしたけれども、マケドニアは行くのも大変だし、条件も悪い。その当時、マケドニアはそういう,そう豊かな場所ではありませんでした。シトパウロの人間的な考えでは、ペトニアだと考えていたわけですけれども、 神様は違うとビテニアではないと語られたわけですね。人が自分の計画通りにならないからといって悔い改めああ諦めてはいけません。神様が拒まれたからといって挫折するのではなく2番目、その3番目の計画は何なのかをしっかりと悟って自分の思いを捨てて神様の思いに従って歩むことが成功の秘訣であります。 優先的なものもありますけれども、またその次の計画もあるわけですね。神様はピテニアではなくマケドニアに行きなさいと。それが最初だと、神様は語られているわけですね。では、神様とパウロが争うこともできるかもしれません。いや、ベテニアに行くべきですと。いうことができたかもしれません。しかし、パウロは捨てましたね。 自分の思いをしてました。成功と栄光の道もありますけれども、その反面に失敗と失望の谷もあるということを私たちは悟らなければいけないわけです。今日この本文の内容,が内容が何を意味しているかというと、この一番いいと思ったピテニアが許されないときには、 神様は次のマケドニアという道を開かれたということです。その時、信徒はどのようにするべきでしょうか。早く悟って、早く自分の思いを捨てて、そして早く神様の御心に従順することが成功する秘訣であるということを教えているわけです。そういう人はですね、苦労することはありません。しかし、か 自分の考え自分の計画をしっかり掴んで捨てない人はえ結局は神様と会わないため苦しみなことになります神様が道を閉ざされる時には他の道他の機会をチャンスを与えてくださる方でありますですから挫折する必要がないわけですマケドニアは行くにも大変ですし状況も 大変ですしかし神様の御心ならば従順しなければいけないということです。そういう時に成功が与えられるわけです。それは信仰生活だけではありません。事業であったり、職場であったり、家庭であったり、また社会的な学校でも、信仰生活においても同じような、同じことであります。必ず守らなければならない私たちの歩みなんですね。 今日の本文であるイザヤ55章8節から9節を見てみると、主の御言葉は神様の考えは、思いはあなたと違うと語っていますね。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると、主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いと語られています。いくら頭が良くてもですね、 私たちは目の前のことを悟ることもできません。しかし神様は永遠から永遠に至るまでおられる方です。すべてを知っておられる方なんですね。神様は使徒パウロを導かれる中でィテニアではないと言ってみなさいと。私たちはここで悟らなければいけないのは、 最初から最終的な終着地、えー、結論を、えー、教えてくれればよかったわけですよね。しかし神様は最初から全てを教えてくれません。アジアに行くと言ったときに、いや違うと。それだけ与えてくださったわけですね。アジアではないと。じゃあどこに行くべきなんですかと聞きたいんですけれども、いや、ただ違うんだと。それで終わるんですね。 そしたらまたそこで歩きながらビテニアがこっちにあります。こっちに行きましょうかと。それも違うというんですね。また行くんです。結局、このトロアスというところに、えー、着いたときに答えが与えられましたね。この地図を見てみてください。このアジアと書いてますけれども、このアジアが今で言、えー、うルトルコですね。トルコ そして上にあるのがビテニアです。シトパウロがアンテオケにいましたね。ここから始まって上にずっと登っていってアジア。このエペソまで行ってエペソから伝道を始めようと考えていたでしょう。エペソまで行くのが計画だったと思います。しかしそこに行くなというですね。それで上に行ったわけです。 そしてこの虫、えー、アというところ、虫アを通過してピ、えー、テニアに行こうとしたわけです。ピテニア、えー。豊かな地域なんですね。そこに行って御言葉を伝えようとしたわけです。しかしそこに行ってはだめだと許されませんでしたね。そしてこのトロアスに着いたわけです。えー もう最後まで行ったわけですね。その時にトロアスに着いた時にマケドニアに行きなさいと語られました。マケドニアはここなんですね。今でいうギリシャです。このマケドニアに行って、この海を渡らなければいけません。パウロをこのように導かれたわけです。ですから最初からマケドニアに行けと言ったらどれほど楽だったでしょうか。しかし違うんですね。サタンが 働くかもしれませんもし最初からマケドニアと言っていたらどうなるですかもしもマケドニアに行きたくありませんと言ったかもしれません。ですから神様は最初から答えを与えるのではなく途中,途中にですね答えを与えるわけです。皆さんも子供たちを病院に連れて行くとき何と言いますか病院に行こうとは言いませんよねアイスクリーム食べに行こうというわけです。 してアイスクリーム行ってみたら横に,横に病院があるんですね。病院に行くわけです。神様も同じように最初から定められるわけないですね。アブラハムもそのようにされました。ヘブル11章八節説の御言葉を見ると神信仰によってアブラハムは受け継ぐ,に受け継ぐべき地に出て行けというのを飯をこうむったときそれに従い行く先を知らないで出て行ったと語っています。 あなたはここから出なさいと神様はアブラハムに語られたわけです。その時に出て行ってどこに行くべきかは答えられませんでした。ただ出て行きなさいと語られたわけです。その出て行けという命令に従順したのがアブラハムの信仰なんですね。ですからアブラハムが信仰の先祖と言われるようになったわけです。どこに行くべきかわからない中で行ったわけです。神様はこのように私たちを導いてくださっています。 ですから、信仰生活は何かというと、自分の考え、自分の思いを捨てて、神様の御心に従って歩む訓練をするのが、この私たちの信仰生活なわけです。イエス様も月瀬真似でそれを見せてくださいましたね。月生まれの園で祈られる時に十字架のこの杯を。 どうか私から遠ざけてくださいと祈りました。しかしそ,うそれだけではなく私の思いのままではなく父なる神様の御心のまま成し,てくださいしてくださいと語られたわけですね。自分の思いを捨てて神様のその御心に従うことを、えー、見せてくださったわけです。ヘブル五章八節を見るとその受けられた えー、さまざまな苦しみによって従順を学ばれたと語っています。ヘブル15章,章8節に。私たち人間には限界があるわけです。ですから私たちは神様のその見心が何なのかを最初からしっかりと、えー、尋ねて答えを受けながら今なければいけません。信玄16章9節に何と語っていますか信玄16章9節を見ると。 その歩みを導くものは主であると語っています。人は心に自分の道を数え測るけれども考え測るけれどもその歩みを導くのは神様であると語っていますね。結果このピテニアを捨ててマケドニアにパウロが行きました。そしてマケドニアに行って最初到着した場所がピリピです。聖書を見ると マケドニアの地域の一番大きな都市大きな場所がピリピだと語っています。このピリピであったのがルデアという人でした。この女は紫布の商人で大きく経営をしているお金持ちでした。ヨーロッパで初めて伝道が行われて福音が伝えられたわけですね。そしてルデアに えー、最初、えー、この福音をつい聞いた、えー、女でしたそして一緒に、えー、行くわけなんですけれども、えー、ある途中占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会いました女奴隷この女奴隷に、えー、女奴隷は占いをしながら主人の利益を得ていたものでした その人がパウロとこのルディアを見てこの人たちは井戸高き神の下辺たちだと救いの道を述べ伝えるものだと語ったわけですね。最初はあのえ悪霊に取りつかれた奴隷を知っているんだなとあ悪,霊の奴隷悪霊に取りつかれた女奴隷がパウロのことを知っているんだなとじゃあその後にですね 最初は良かったんですけれども、えー、後々伝道するのに妨害にな,るわけなったわけですねそれでイエスの名によって、えー、この女からその悪霊を追い出しましたそうするとその女奴隷は占いができなくなったわけですそしたらどうなりますか利益をを得ててていたのななくなっししまうわけでですそれで使徒パウロを告告発して、えー 牢屋に入れるわけですね。パウロとシラ,をシラスを捕らえました。そして牢屋に入れたわけです。皆さん考えてみてください。ビテニアに行って、えー、伝道しようとしたにもかかわらず、えー、行かずに従順してこのマケドニアに来たわけです。しかしマケドニアに来たにもかかわらず、従順したにもかかわらず、えー、こうやって牢屋に入れられるわけです。 そうするとしらすはどう語ったでしょうか本当にここが目的地なんですかと間違ったんじゃないですかと神様が本当にマケドニアに行けと言われたんですかとビテニアに行くべきじゃないんですかとしらすが語ったかもしれません。シト・パウロは神様の働きをするために自分の利益ではなく神様の働きのためにしたわけですけれどもこのような状況にあったわけですね。 しかしこういう中でもパウロはどうしましたかパウロはこの牢屋の中でパウロとシラスは賛美を捧げました。神様に栄光を捧げ感謝をしながら賛美をしたわけです。そうすると地震が起こりましたね。大地震が起こりそしてすべての扉が開き鎖が溶けてしまいました。そういう奇跡が起こったわけです。 ですから、罪人たちが、えー、逃げていくと思って、その看守がです、ね、自殺しようとしていました。その牢屋にいる罪人が、もし出ていったら、逃げていったら、自分が責任を持たなければいけないわけですよね。ですから、看守は自殺しようとしたんですけれども、まだ今ここにいると、死んではいけないと、パウロが語ったわけですね。 そうすると何て語りましたか感謝は、感謝がパウロの前に来て震えながらひれ伏しました。そして私は何をしなければいけませんかと。どうすれば救いに救いを得ることができますかと語ったわけですね。この場面が神様がこの時間、そのためにですね、与えられた状況なわけです。神様がこの時のために 首都パウロを牢屋に入れられらたわけですその結果この看守がえー福音を受け入れてパウロを招いてその家族が洗礼を受けてイエス・キリストを信じましたそれだけではなくその家がフィリピの教会をえ開拓する基礎となったと語っていますその過程がフィリピの教会の えー、最初のメンバーとなったわけですねルディアと一緒にこのような働きを通してヨーロッパに初めての教会が建てられたわけです人間の頭では考えることはできない大きな見業でした神様は最初からマケドニアに行って苦しみを受けロイヤに入れられて、えー、苦労しなければ教会が建て上げられないと言ったならば誰が行こうとしますか ですから神様は最初から全てを教えるのではなく少しずつ少しずつ道を開いてくださるわけですね。これは昔話ではありません。今も同じなんです、皆さん。今も私たちをこの時まで導かれること自体が同じような出来事であります。12月、今このような時を迎えてですね、1年を振り返ってみてください。また、コロナの パンデミックが始まってから2年間どうだったか振り返ってみてください。今まで神様がどのように導いてくださったのか、信仰の目で見てみると感謝をしないわけにはいかないわけですね。では私たちここで悟るべきことは何でしょうか ?2 番目に初代教会のリバイバルの秘訣がここにあります。 シト・使徒パウロのような弟子たちが神様の前に従順したからこそ初代の教会が建てられリバイバルが起こったわけですね。この使徒行伝を見る時に私たちはどのように区別するべきでしょうか多くの学者がその使徒行伝をどのように区別するべきかをえ研究しているんですけれどもえペテロの働きと パウロの働きについいて分ける人もいますしかしある人は6つのパートに分けるわけですね6つの箇所が重要な箇所があるんですけれども6章7節9章31節12章24節16章5節19章20節と28章30から31節があるんですね。 ではこの3つの6つの箇所が何が重要なのかというと例えば首都行伝6章7節は神様の御言葉がどんどんますます広まりエルサレムにおける弟子の数が増えていったと語っています首都行伝12章24節を見ても同じですね24節を見ても 神様の御言葉がますままますすす盛んに広っってていいたと語っています教会が大きくなったとか、御言葉が広まった、ますます広まった、リバイバルを起こ,起こしたと、そういう箇所、えー、が6つ出てくるんですけれども、なぜこのような箇所を書かれたのかと、教会がリバイバルを起こしたと、大きくなったと自慢するためではないわけですね。なぜかというと、首都行伝を見てみると、多くの迫害と苦難を受けたと。 いうことその中でも見言葉ばが大きくなり教会が、えー、大きくなり見言葉ばが広まっていたということを見せているわけです苦しみの中でもですね苦難と迫害の中でもそのような結果をもたらせたわけですその当時迫害を受けていた人たちはどうですか苦しみを受けなぜこのような迫害,迫害を受けるのかと思ったでしょう しかし、結果的に見てみると、世界宣教がなされていたわけですね。教会がどん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 建てられ、見言葉がますます広まっていたわけです。首都行伝発祥移設を見てみると、その時、えーえー、エルサレムの教会に対して大迫害が起こりと、使徒以外のものはことごとくユダヤとサマリアとの地方に散らされたと語っていますね。エルサレムをすべて出ていきました。 苦難難ででですすすよねです悲劇ですしかしそれは悲劇じゃないと語るわけです。4節を見てみるとその散らされていた人々がその散らされた人々その人たちが見言葉を述べ伝えながら巡り歩いたと語っています。世界宣教をこのように始められたわけです。皆さん迫害を通して逃げさせてそこから世界宣教が始まったわけです。 人の考えでは計算できないことですよね。しかし神様はこのように私たちを導かれます。一つの扉を閉ざされる時には必ず他のチャンスの扉を開いてくださるのが神様なわけです。ですから、誠の信徒はいつも霊的に祈り、目を覚まして神様の導きを悟って従順すること。 自分の思いを捨てて従順することが必要であるわけですね使徒パウロもまた初代教会の弟子たちもこのように目を覚まして祈り続けたため復興したわけです大きくなったわけです初代教会のリバイバルの秘訣がここにあるわけですパウロのように御言葉を悟り自分の思いを捨てて神様の御心に従順することその結果初代教会が建てられ 大きな勝利を得ることになったということを聖書は語っているわけです。愛する皆さん、今私たちの家庭であり、職場であれ、信仰生活においても、また個人的な私生活においても、神様はこのように導いてくださるということを信じてください。霊的なアンテナをですね、しっかりと立てて、そのアンテナを持って神様の御心を悟ってください。 世の中の人々のようにですね、ああ、なんでこんなことになるんだとああ。そうやって思ってはいけないわけです。ローマ発祥14節を見ると、すべて神の見,れ見たまに導かれているものはすなわち神の子であると語っていますね。いくら自分の口で神様、神様と何回語ったとしても意味がありません。神様の霊によって導かれて、その見葉導きに、 すするもののが神の子だと語っています口先だけではダメなんですね。12月を迎えて2021年、1年を振り返りながら、皆さん、今まで私たちをこのように導いてくださったこと、その導きを見ながらですね、悔い改めることは悔い改め、また感謝を持って神様に栄光を捧げる皆さんとのことを願い求めます。 こういう神様がおられるから私たちは心配する必要がありません。いつも良い道へと、勝利の道へと導いてくださるということを信じてください。結論的にローマ発祥35節と37節を見て、えー、終わりたいと思います。一緒に見ましょう。せーの。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか 難ですか苦しみですか迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか剣ですか ?37 節。しかし、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと語っていますね。キリストの愛から私たちを話す者はいません。いつも私たちを良い道へと、勝利の道へと導いてくださるということを信じて、最後まで、 神様の導きを悟り、自分の思いを捨てて、神様の御心の前に従順しながらいつもリバイバルを成し、成功を成し、勝利する皆さんとなることを、忍びをもって祝福いたします。祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。今日12月を迎え、2021年1年を決算することができるよう導かれ、 神様が今まで私たちを導いてくださり、いつも良い道へと導いてくださることを悟らせてくださり感謝いたします。シト・パウロと初代教会の信徒たちのように、自分の思い、自分の計画があったとしても、いつもそれを捨てて、神様が拒まれるときには、自分の思いをしっかりと捨てて、自分の思いを捨てて、 神様の御心だけに従順して歩む信徒となることができるよう導いてください。そのことによっていつも勝利と成功とまた万事が益となる祝福が与えられますように。どんな時にも神様の前に御言葉と祈りによって目を覚まし、祈り続ける中でいつも大きく復興する教会となることができるよう祝福してください。人間の考えと また人間の計画通りに思い通りにならないからといって挫折することなく今日の御言葉を通していつも目を覚ましまた立って神様の御心のために歩むことができるよう祝福してくださいすべてを感謝しイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン